自己責任のもと制作の方をしてみてはいかがでしょうか。この動画は低クオリティ低画質でお送りします。ようこそ竹町 FK7 へ。動画を見てくださりありがとうございます。竹町です。当チャンネルのレギュラーメンバーの吉本さんでございます。よろしくお願いします。吉本さんとはですね、2021年の12月に初めてお会いいたしまして、視聴者様に会いに行くという愛車紹介で出ていただきました。まあ、その後いろいろとお手伝いとかお世話になっている今日この頃でございます。今回もよろしくお願いします。なんか皆さんに向けて一言どうぞ。で、今回はですね、なんと吉本さんが、まあ、作ってきてくれたある物が物があります。あるみたいなんですが、はい、私もね、見たことも触ったこともないんで、何かなっていうのが非常に楽しみでございます。サメの歯です。違うけど、シェブロンって。シェブロン、シェブロンって何ですか。あの、ね、実行空力デバイス。実行空力デバイス、要は車体のある場所にこれをつけると空力が上がって車体が落ち着く。あのホンダアクセスさんのモデューロの人が開発して、それ動画出てたんで自分で作ってみました。オリジナルですか。っていうか、でも動画の中でもこうやって作ったらいいですってちゃんと説明があって、それの通りにこの竹中 FK7 につけてどう変わるか、どう感じるか試してみてはどうですかと。ありがたい。いらないならいいんだけど。FL5、はい、タイプ R のリアウィング、はい、モデューロのオプション、はい、あそこの下にこれがやっぱついてる。そうなんですか。うん、まあ、あの手作りのやつじゃないけどね。あ、それを模して吉本さんが制作してくださったということで、ありがたく使わせていただきたいと思います。じゃあもういいや。ありがとうございます。これこれ。つけてもらっていいですか。いつも通りね。いつも通りです。はい、取り付けるところはどの辺に乗る感じなんですか。リアスポのこの下の部分。はい、あ、この下にダダダダダってつける。ダダダと、え、一面にバーってつける感じなんですか。まあ、作った分で貼れる限り貼っていくって距離的に全部足りるかどうかちょっと微妙。はいはいはい。貼る方法は両面テープ。両面テープ、とりあえずダッシュ。はい、ダッシュです。ギザギザが外に向くような感じで貼っていくっていう感じですかね。あ、貼れるか。今このような形でですね、リアウィングの方にペタって貼ることができまして、この形状がどうやらシビック FL5 タイプ R と同じような仕様になるのかなみたいな感じでございます。まあ、もちろんあのウィングの形状は違いますので何とも言いませんがね。じゃあ今ちょうど取り付けていただいたんですが、これ本当に変わるんですか。変わるって。本当に、うん、これね、変わったの分かんなかったら、うん、もう鈍感そのもの。で、じゃあ変わったらどうする。変わったら、うん、変わったらホイール、あ、ホイールは嫌だ。ホイールいいから。ホイール嫌だ。重装ります。変わるんですかね。いいから行ってみな。分かりましたよ。じゃあちょっとやってみますよ。じゃあ行きますよ。いいよ。広角に前方角に左右全部よし。さあどうなる。でも乗り始めもスーって体感できるっていう噂も聞くんですが、スーって今のところスタートダッシュいたしまして普通の走りをしております。あ、なんだろう、言われてみれば気持ちスーっていくのかなっていう感じ。なんか余計なガタガタっていうのもないですし、あとなんだろう、よくわかんない。でも正直言いますと、まだ走り始めで何とも言えませんが、今走った感覚ですとそこまでなんかんっていうのはありましたけど、あー、言われてみるとなんだろうな、なんかうまく言えないんですけど、雑味が消えたって言われればそうかもしれない。なんかこう交差点とかをこう曲がるときにちょっとこうカタ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 なるイメージがあったんですけど、今曲がったときにですね、そういう感覚が一切なくてスムーズにスーって曲がれたなっていう印象は。だからコーナーとかだとなおさら、はい、うん、あ、スッスッくのかな。今までとなんかう、はい、ううとかあったのがなくて、うヒュッって言ったらもうヒュッ。はいはい。ああ、なるほど。さあもう一度交差点曲がります。ちょっ、あ、
おーあーわわあ感じだ変わったでしょ変わった気持ちいいでしょ気持ちいい、うん、すほんとすもうスーっていく、うん、それいやマジビビった峠とか俺まだ行ってないけど、はい、行ったらあ違うんかいみたいないやえなんえちょっと待ってくださいあんだけでそうだよ変わるのあれだけビビったいや本当あの、うん、お世辞抜きでスッて行きましたねちょっともう一回交差点曲がりますね曲がるでしょこれおおあらららら気持ちいいのよ気持ちいいですね動画で見たのは、はい、本来なんかこうやって揺れてるのって車って、はい、揺れ幅が小さくなって、はいはい、揺れるあれもちっちゃくなってこういう感じあ乗り慣れてる車で乗り慣れてるオーナーさんが乗るとすごく実感湧くかもしれないいや正直多分あんまり実感しないだろうなって思ってましたすごいちょっとうねうねするカーブなんですけどだから今まで気持ちいいグッて切ってたところが、はい、スッ軽く切っていくだけでシュッて入っていってくれるみたいなそうですね打角が少なくて済むみたいなはいはいはい本当あの余計な負荷がなくなったっていうイメージかな大きさ気持ちいいのよとにかく気持ちいいっすねわーこれライン取りもやりやすくなるんじゃないですかこれ多分ね、うん、だって今普通に走ってるだけですけどすごい気持ちいいですもんおあ曲がる曲がるなんだだからさ FKCM が初めて乗った時、はい、あそこの車ってすごい曲がるなと思ったけど、うんうん、その時の感動ぐらい感動しちゃうんだよありますねさらに良くなっちゃったみたいないやすごいわかりますめちゃくちゃめちゃくちゃいいですわこれはねだからみんなね、はい、自分であの、まあ、動画見て、はい、YouTube にあるんで作り方が、はいはいはい、作って試してほしいこれ入れたらよくわかると思いますすごいスムーズだわ運転しやすいですで今ちょうどカーブに差し掛かりましたので曲がりますちょっと急なカーブあれすっすごいスムーズ。全然違いますよ。おお。なんだろうこのコーナーレスポンスがすごい良くなったって言った方がいいのかな。いや今普通に走ってるんですけど。何これ。攻めなくても。はい。それがわかる。めっちゃくちゃわかります。体感できます。簡単に言うと敷かれたレールに乗っ取って曲がってるっていう感じ。普通の山道をイメージして今走ってる今日この頃なんですがこれ普通に山道走ってても走りやすいかもしれないです ね、 いやー HKS フラッシュエディター ECU のスムーズさにさらに拍車がかかったよなじゃあ竹千さんから俺11万ぐらいもらうかなんで11万もちょっとコーナーうわっうわーめっちゃロール少なかった全然少ないですねおお、いわゆるアウトインアウトってやつですかね。水落とししてんの？いやしてないですよ。普通に走ってただけっすよ。いや今リアウィングだけにつけているんですが、実はリアゲート上の方にもリアウィングとかない人だったら、うん、ルーフの一番後方につければ、はいはい、効果が出るかもしれない。効果が出ます。はい、でせっかくなので2つ同時につけて。もう一回インプレッションしたいと思います、はい、もう一つはマグネットうん、一応ルーフの端が、はい、あの金属なんで、はいはい、マグネットにしとけば、うん、まあ洗車とか、はい、ああいう時に取り外したりできるようにあなるほどあここの上の方にペタって貼っていくようなイメージですかねほとんどルーフの上にペターって一直線に張ってるっていう感じですねじゃあこちらでインプレッションしていきましょう広角に前方確認さえ全部よし適当に流したあれもう違うんですけど違う、うん、走り始めがスーっていったやっぱルーフはさらに
上がる。上がってますね。これダブル付けの方が本当はルーフでもう OK だけど、リアがあれば、はい、そこに付ければさらにね。はいはい。いや、あのごめんなさい、下本さん、もう全然違うんですけど。やっぱそう、うん、ルーフが一番効くんだ。効いてる。おお、全然さっきと全然違う。しっかりした感じ。してます、してます。で今段差もわざと拾ったりとかしてるんですけど。ちょっと違くないですか？違う違う。あの空箱が満タンの箱になったみたいな。はい、しっかり。はいはいはい。そうね、そんな感じがする。だからケツがなんかガンと。どっしりしてましたね。あの一つ気づいたのが車線変更もすごいスッていくから今縁石にぶつかりそうになりました。俺今思ったの、あれこれもしかしていつもの感覚でやりすぎてる、やばいと思ってんじゃねえ。おっしゃる通りでしたわ。車線変更もすごいスムーズにスッていきますよ。これは結局やっぱカーブのコーナーもスッスッっていくんでしょうね。ほらすごいよ。うーつって、おー、これなんかスッスッていきますね。スッスッみたいな。あらららららこれはあの YouTuber の竹岡圭さんが、はい、ホンダアクセスの人に作ってもらってつけたりして、はい、竹岡さんは、はい、あの最初ホンダアクセスの人はルーフにつけて、はいはいはい、でも実際じゃあそれをいろんなところにつけたらどう変わるかっていろいろ試してたよ。ああそうなんですね。でもなんかやっぱりルーフが一番かなって。ああ。うんと交差点とかコーナーが特に曲がりやすくて一番実感できるところかなとは思います。さらに段差とか踏んだとしても、まあ、もちろんゴンゴンゴンっていうのはきますけど、それの揺れ幅が少し軽減してるのかなっていうイメージはございますね。元々がシェブロンって、はい、あの航空機のエンジンの後ろについてるのかな、はい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 、それなんか特許があったらしいの。あ、そうなんですか。で、その特許が50年経って切れたの。はいはいはい。それでもってあの他のところでそれを使える、はい、あ、だから今までそれを開発していく中で、はい、使いたくても使えなかった部分もあるわけ、はいはいはい、特許があるから、はい、ちょっとごめんなさい、カーブを見せた。あ、やっぱりさっきより曲がりやすいかも。うお、あ、ちょっとごめんなさい、アクセル踏みたくなる。うお、すごいシャープに曲がっていく。あ、やっぱね、ダブルつけた方がいいわ。シングルよりダブルっていうか、ルーフの方がいいっていうのが実証できたかもしれないですね今は。ごめんなさい、もう何言ってるか分かんないですよ。うおー、すっくって曲がる。素で興奮してんね。いや、興奮してます。全然違うもんって。先ほどの話に戻しますと、もともとその50年間特許みたいのがあったから他に回せなかったっていうのもあるんですが、それがなくなったら皆さんがやり始めて、いやすごいじゃないよって言ったのがこの実行空力ってやつ。そう。うわ、今まで今左カーブ曲がったんですけど、曲がりづらいなと思ったところがすごいスムーズに曲がりました。ジュースおごなきゃね。ジュースだけか。それ以上の価値あったと思うけどな。いや、めちゃくちゃね、ありましたよ。価値は十分あると思います。こんなに変わるんだっていうのが個人的な感覚なんですが、すごくしまして、コーナーとか曲がるときにやっぱりハンドルを切ってこのまま曲がるわけじゃないですか。この時にこのハンドルのちょっとしたこういう微妙な揺れ、これがね一切しなかったんですよ。もうずっと固定したままクーって曲がっていくような感じで、あ、これはいいなっていう感じもしました。え、いいんですか、いただいちゃって。あれ、どうぞ。本当ですか。なくしたら次は有料です。これお金払います。いらないこれ。いらないでしょ、伸びかけ。もし興味があれば皆さんでも製作してみてつけてみてはいかがでしょうか。おそらく市販品とかでは、わー、ない
ないですか、はいはいはい、ということでまだ自作っていうのが必須になってくるかもしれませんが効果はあると思います。チャンネル登録よろしくね。お願いしますお願いします。他の動画も見てやってください。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。終わると言って終わらないのが私の動画でございます。空力実行デバイスのこの作り方と申しましょうか、どういう風に作ったかっていうお話なんですが、なんと100均ダイソーで売っているマグネットシートを使用したそうなんですよ。三角形の上っていくところが3センチ、下っていくところも3センチでございます。麓の長さなんですけどここも3センチらしいんですよ。よって3センチ3センチ3センチでダダ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 ダと作っていくっていう流れになります。三角形の麓からさらに下に行くここの長さなんですがだいたい20ミリ2センチぐらいで作っていくっていう流れになります。実行空力デバイスを少し平面の方に持っていきましてこちらの厚さなんですがここも5ミリぐらいあればいいよみたいなこと言ってたらしいんですよ。よってこのような形で仕上がっていくっていう感じでございます。高岡圭さんっていう方の動画で作り方が書いてありましたのでそれを参考にしてみたところですねここの辺りが平面状になっておりますが、まあ、斜面をつけてもいいですし平面上でもいいってどちらでもいいって言われているそうなので今回吉本さんが作成してくれたところはもう平面上になっておりこのような形で仕上がってるっていう感じになりますね。制作するとしたら自作となってしまいますので自己責任のもと制作の方をしてみてはいかがでしょうか。さらにあのマグネット式で上の方にこうやってペタってくっつけていてかなり磁力は高いので落ちることはございませんが万が一飛んでいってしまったりとかすると他の方の迷惑になってしまいますのでその辺はお気をつけて制作してみてください。まあ、ちょっとあのわけのわかんない説明で申し訳ございませんが簡単なまあ作り方の詳細でございます。それではご視聴ありがとうございました。